はい、どうも皆様、いらんからふて。動く工程。動く。わかったよ、もう。はい。ダラダラプレイヤーのゆきょうさんと。嫁ことまそらです。よろしくお願いします。お願いします。嫁さんと二人で最初からやってみてるっていう動画、最近生放送ばっかりだったんですけど、ちょっと今回動画なんですが、まそらさんの方がメインキャラを連れてきてます。ですね。全王モグルモグを解放したんですけど、多分ロスガルとビエラ今レベル50なので、ちょっと真空解除じゃ無理だろうっていうので、生放送で視聴者さんを誘ってっていうのも考えたんですけれども、ちょっとどうなるかわからないですし、一応名前に2人って書いちゃってるしなーって思って、でも前視聴者さん誘ったこともあるんだよなーと思いながら、でもとにかくご利用しで2人でやっちゃえっていうことになって、こうなってます。はい、はい、とりあえず特会引っかえ真空会場でボコボコにしたろうかなっていう、えっす、はい、そういう回です。じゃあお願いします。はい、もうレベル90ぐらいでは余裕ですよ。余裕じゃなかったら困るわ。本当だな。まあ、あまり推奨なあれではないですけどね。推奨なあれではないですけど、まあ、もし、あ、そっか、ムービー入るんですよ。初見だもんね。あれですよ、もしこうご夫婦でね14やりたい方で、例えば旦那さんがもう先に始めてると、後から奥さん、いや私今から始めてもどうせ一緒にできないしなっていう方は、こんなやり方もあるよっていう、手伝ってもらえる。逆もありだよね。逆もあり、奥さんすでに始めてる、旦那さんもこれからって。来やがったか、クポ。冒険者くせえやつら、クポ。いや、こいつらだからろくなもんじゃないからね、もうここの見た目の可愛さに、そう、騙されちゃいけない。だいぶお口が悪い子たちですね。あ、で前回なんか生放送した時に自分なんかいろいろ言ってたんですけど、全王と極王のノーマルと極をちょっとごちゃ混ぜにしてて、はい、なんか変なこと言ってましたけど気にしないでください。はい、いきまーす。はいよ。と言ってもどうせだよね、ですよね。でへ、よし、大丈夫。タンク、ターゲットるから任せて。ふい、あれちょっと、あれ取る前に死んじゃったよ、あの人。あら、仕方ないね。あれ空気じゃん、俺。なんかめっちゃラインがピコピコ言ってんだけど。うわー、タケだけは取りたい。よし、取った。うわー、取ったから、なんだ。モーグリ逃がす、モーグリ逃がす。こっちだ、来い。そこにいたら死ぬぞ。ああ。そこにいたら死ぬぞ、つった。ちょっとモーグリの味方してやろうかと思った。こっちだ、こっち来るんだ。死ぬぞ、そこにいたら。ああ、ダメだ。幼少思い出した、コポって言ってるのに逃げられないって。あれ、これしか出てこなかったっけ。うん、こんなもんじゃない、これでもう。あ、こんなもんか。さあ、出てきた瞬間に、あ、かわいそう。なんかめっちゃ踊り溜めてる、かわいそう。はい。あれ、なにあれ、終わったわ。え、俺まだ読み込み中みたいな感じだったけど。知らない。なんか「てってけてけてけてってってくぼ」っつったらいきなりブラックアウトしたんだけど。どういうことこれ。これはちょっと訳が分かんないですね。ありゃー、なんかあれあれ、なるさって感じだったんだけど。こうなんのね。こうなるんだね。もぐも、ああ、ゴミいっぱい入ってきた。ゴミとかやらないの。いや、君今のレベルだったら、もしかしたらゴミじゃない。いや、でも90とか持ってたんじゃなかった、これ。いや、ほら、見た目装備ですよ。あ、あ、あれ、お家にいたはずなのに。飛ばされるから。モグは家臣団にお説教してくるクポだって。クポ、だいぶお口悪かったからね、説教しないとね。うん、モグリ族大体そういうやつだから。そっか。うわ、ここに飛ばされんのかい。装備ね、115持ってますね。いやいや、その今使うものじゃなくて見た目装備ですよ。見た目装備、見た目装備ね。昔ね、集めてたよね、これね、うん、ちょっと。そっか、俺ハウジングにテレポできねえんだよ。まあまあまあ、トランキルの
トランキルまで行っとけばいいんじゃないですか。トランキルに、トランキルまでテレポして、これはログインと出ても大丈夫だね。誰も、そうだ、映り込むことがないんだ。これ LS 入ってないもんね俺ね。ユキンのね、キャ、そっちのキャラは入ってないんですよ。入ってないもんね。私のロスガルは入ってるけど。じゃあこれで、はい、今ログアウトしちゃうね、こっち。はい、じゃあメインキャラ連れていきまーす。はい、じゃあ、はい、戻ってまいりました。で、今マソラさんがマソガルに変更したので、もう一回モグ行ってあいつらをしばき倒すと。だったったった、少ないから探すの楽。なんか葉っぱついてるけど大丈夫？葉っぱついてる。あなたもさっきついてたでしょ。あ、そう、俺自分の表示消してるからわかんないんですけど。いやうん、てか私も自分の表示消してるからわからん。そっか、あえて戦士で行きましたから。そうなの、踊り子とかじゃなくて、その一瞬で終わっちゃうとあれだから。あ、ちょっとこれさ、ムービーのやつってどうやって戻すんだっけ。ムービー、あ、ちょっと待って、キャラクター、パーティーのバトルエフェクトは見たいからこれ入れて、キャラコンじゃん、あ、キャラコンか、あ、これだ、あ、それか、一度見たか、これスキップしないだね。うん、そうっすね、これで見れるね。じゃあほんと口悪いわね、この子たち。うん、俺みたい。そうね、されちまえくぽ、モグリ長いからタバコ吸ってるわ俺、待ってるわ。複製されちまえくぽ、もう終わりましたけど。あ、あら、アイコンスぶっ刺しちゃった。よし、行くよー。だよー、わー、先釣りしてやらー、ターゲット取んないぞ、やだウィス。どんぐらい食らうのこれ、ほっといたら。いや、このこいつ黒だからあんまり、えい、ゆっくり歩いて近寄ってボコボコにするっていうどっちかってこっち悪者っぽいよな。そうな、弱い者いじめしてるからね。あ、あの斧強いぞ、一発で死なんかった。ほんと、まあタンクだからね一応。痛い痛い、クポって言って助けて、クポ。ちょっとかわいそう、邪魔しいやい。でも口悪いからなこいつら。モグと踊るクポ、こいつ、まあまだちょっとまともかもしれない。銀融詩人かな。ていうか HP30 万なんだけど、びっくりした今。え、スリオーバーとしてはどうなんのこれ。36万。ちゃっちゃかちゃかちゃかちゃ。え、できないよさっきの。何が？終わった。一応メメントは見れたね。見れたね。曲がまだ流れてるちょっと流れたね、うん、これでも最初の頃苦労したんだよな、なんだかんだ火力足んなくて。あ、やった、空想帳のなんかもらったよ。え、空想帳、あ、チャンスポイントか。あ、チャンスポイントですよ。え、これ、あ、え、全王刀なんてあった昔。知らない、ないんじゃない。いや、昔はないよね、侍がないんだから。あげる。え、なんか鞘に、鞘にポンポンついてるこれ。ほんとだ。え、あげるよ、出して。こっちに、こっちにさ、パスしちゃったからそれ取って。はい、いただきます。あ、俺侍最強装備なんじゃないこれ。確か侍最強ってやっても木刀しかないはずだもん。あ、マソからいなくなった。いなくなるよ。 NPC がで、どうだって言ってたよ。侍、侍ってどれ、これ、なんか玉もカチューシャ装備してるもんだって。最強、これ最強装備っすねこれ。うん、 IL 何本あんこれ。え、平均アイエルって今どこで見れんのこれ。昔ギアセットで出たのに今出なくなっちゃったから。え、出るし、え、どこに出る。部屋、あ、これか、190なんだ。最強装備木刀っすね僕。
ッケー、すごいよ。全王と装備したら基本性能プラス51だって。めっちゃ強くなるよこれ。ほらめっちゃ強くなるか。とうとう刀を持ったねこいつ。今まで木刀だったから。そっか。そうわあ、刀持っちゃったよ。あ、これツバめっちゃ可愛いんだけど。これツバほら。ああ、もモーグリ何これ、口から歯出てんのかよこれそれもどうだろう。はい、サムネのために戻ってきました。はい、ちょ、これめっちゃなんかほんとライトの位置によってはさ、石膏みたいな顔なんだよねあ、これいいんじゃない。あ、でもモーグリ見えてないな。これでこうこんな感じでいいんじゃない。あ、いいんじゃないですか。なかなかで、多分あの右側とかになんか雑談とかなんか入れるからで左上にエオルゼアのロゴ入れるでしょ。うん、バランス、あ、いいんじゃないこれ。あ、いい感じですか。これエーテナイトの影がロスガリに落ちてきた瞬間とかちょっと怖いよね。え、エーテナイトの影がちょうどあなたのマソガルの顔にほら一瞬かかるのよ。はあ、いや、なんでもないっす。うん、はい。あ、いいじゃんこの写真。でも多分ね、今んとこコメントではないけど、はい、2人並んでるサムネをバーンって出しておくとさ、うん、いや、その嫁さんと最初から2人でやってるみたいな動画のシリーズになってるわけじゃん、はい、絶対俺ロスガルで、うん、絶対あなたビエラだと思う人いるよね。そりゃそうでしょでもユッキがビエラがいいって言うんだもん。だってビエラがいいんだもん。じゃあなんか合わせてロスガルにしようかなって思うでしょいいじゃない、ロスガルかわいいかわいい言ってたの。かわいいいいでしょ。いいじゃん、いいでしょ、いいでしょ、はい、ほらこの座り方かわいい。ログアウトしまーす。いやはい、改めましてイランガラフテ、はい、ちょっと今アルコちゃんとロスガルを見てて、ロスガルの方はモーグルの杖が手に入ったじゃないですか。はい、僕ないんですよ。いや、多分剣ないんですよ。いや、え、ウェポンテスト、あ、開けば、あ、そっか、それで手に入る、うん、いや、それはいいの、どうでもいいの、はい、光るモグ武器を装備したいなって思って、うん、どうせだったらね、光る方がいいじゃん。光る方がいいですね。というわけで、今マサラさんの思いつきでメインキャラをこう2人連れてきて、僕らこれメインキャラなんです。メインキャラです。これ両方ともね、両方女性キャラですけど気にしないでください。メインキャラなんですけどお互いに極王モグルモグに真空解除で行ってパーティー組まないで、そうどっちが先に極王のヒゲが出るかとか、全王のデミマテリだ、はい、デミマテリ赤、あ、どっちが先にいっぱい手に入るかっていう。何もあればいいですか。ね、デミマテリアがね、さっきちょっと検索したモーグで検索すると、まずモグルモグブレードが全王のデミマテリアが3個、ヒゲは1個、だから、あれ？モーグの、あれ？モーグルのロット？あ、ロットだね。ロットも3の1だ。同じ。うわ、懐かしいテルミヌスパテ。覚えてる？これ、テルミヌスパテ。うん。なんだっけ？なんかすっげえ作りづらかったね、当時。今、どうなんですか、ね、なんでかわかんない。で、この上矢印何これ？知らぬ。あ、なんかあれが上がりますよとかってことか。何が分かんの？なんかあのほら、初期のあのあれ、初期のあれさ、あのあれ HQ 率みたいな、あのビョンって加工、なんかあのな、分かんない、忘れた。あ、行こだから3の1ね、どっちがじゃあ先に出るか。3の 1？ ちょっと待って、あなたジョブ何それ。踊り子。うわー、ずるいな。じゃあ俺文句行こう。ゴクでしょ、ゴクでしょ、ゴク、ゴクだろう。いや、ちょっと一回文句で言ってみたい。このほら、この仮面のこれいいでしょこれ、うん、いやー、踊り子の方がいい気がするんだけどな。でも同じジョブってつまんないから。あ、そう。じゃあちょっと俺用意するか、待って、真空解除ね、うん、真空解除のエオルゼアだよね。エオルゼアですね。の極全王じゃない、極王、極王モグルモグ、はい、オッケー、はい、いいっすか、はい、せーの、はい。別に性能はしなくていいんじゃないですか。じゃあガンガン、じゃあもうここからクリアするたびガンガン回していくって感じ。ユキがいくら喋ってた。あ、しまった、しまった、しまった。ルービー。ちょ
っと待ってごめん、あーもう行ってる、ちょっとずるい、ずるいよ、ずるいよ、ずるくない、くっそ、さっき設定したんだよ、くっそ、俺文句慣れてねえのに、ただでさえ、これ範囲ってどうなんだっけ、知らないよ、あ、もう必殺技とか使ってない、もう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 、あーあーあーあああ、これ失敗すんじゃねえか、下手したら、マジで、よしよしよし、ちょっと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 、あ、俺陶器も使ってない、ちょっとちょっとちょっと、やばい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 、ちょっと、はい、え、もう終わってんの、ごめん、次から踊り子でやるわそれか戦士、え、これで分解する、出たやつを分解すれば、うん、でも必殺、必殺、必殺技ってなんだっけ、マジちょっと入んだけど、あら残念、手に入りませんでした、はい、すげー、いや俺は手に入るから大丈夫だな、ちょっと、え、ちょっと待って、まだ生き残りた、しまった、やべえ、失敗するこれはい、2回目いきます、 OK、 危な、失敗はしないと思うよ、いくらなんでも、ヒゲ出たよ、ほんと、え、ヒゲって出た、出なかった、ヒゲ、じゃあ俺もうクリア、え、ヒゲ、もぐるもぐのヒゲ、宝箱開けた瞬間、あ、出てる出てる出てるか、絶対出んのこれ、そんなことはないんじゃない、分解するわ、とりあえずこれで出ればちょっとリードできるから、うん、そうっすね、出ねいや、これはやっぱ戦士でしょ、同じじゃつまんないから、マジか、そっか、オーランベールでは勝ってるからな、くっねえ、クロちゃんも手帳でね、何回も来てるんですよね、ずりーな、それ、よいしょーい、よいしょーい、あ、今だけはオーバーパワーの範囲、ナイス、早く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 2回目クリア、早く、うえっせい、あ、ちょっと待って、俺選手の方が出なかった、一個選手の方が早いぞ、ほんと、あ、しまった、早く、あ、間違った間違った間違った、何やってんの俺、あれ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 、ちょっと選手の忘れた、残念、出ませんでした、次、くそくそ1回分くらい差つけたいな、ここまで来たらヒゲは絶対出るもんな、これ、あ、絶対じゃない、あ、出ないじゃない、うん、出ないじゃないじゃない、絶対じゃないってこと思ったな、絶対じゃないっすね、いや、俺もう一回ここ申請しよう、分解とかもう最後でいい3回目今、あ、それは、いや、もう終わんじゃない、3回目さすがに終わんないよ、いや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 、マジかよ、おいしょい、いや、あいつ一匹逃げんのよ、腹立つわよいしょ、回復してやろう、クポじゃねえんだよ、あった、いや、もう大丈夫、もう大丈夫、もう大丈夫、もう絶対大丈夫よいしょ、装備しか出んかった、じゃあオッケー、終わった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 、早いぞ戦士は、戦士早いぞ、強いね、戦士ですか、やっぱ出ないわ、古びたあれが出たわ、うわ、4回目もう4回目、4回目でも出ない、よし、これで4回目追いついたぞ追いついたぞ追いついたぞ、そっか、もうね、そのね、戦闘終わってから分解するとかね、もうそんな、ここで分解よ、あ、そう、あ、なるほど、あ、やばい、ちょっともう始まっちゃったな、もう分解しながら歩くから、あっ、え、ヒゲ出たよ、デミマテリタ、デミマテリタって入んないの、いや、出るって書いてたけど、なんだ、また変わったかしよ、え、嘘、ここでビースト貯めとこ、よいしょ、あ、逃げた、あのボケ、うん、早く上がってこい、早く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 、じゃあゆっ
ケさんに習って私もすぐ申請しよう。よし終わり。はい、5回目くそやべえ、しまった、リボンオブレンジを持ってるため入手できませんって言われた。うわやっぱりしまったな、やっぱ分解しなきゃダメか、ちゃんと、ね、うわ1回武装した。うわあ、ヒゲだやっぱり。え？え？やっぱ全王じゃなきゃダメなんかな。え、そうなの？でもさっきのサイトだと極、書いてんだよな。全王モグルモグで入手できる武器やでしょ？うん、全王の武器か極王のアクセで出るって書いてるんだよな。あえて全王行ってみるっていうの手かもしんないな。あれ、メメントモグリの来る前に終わった。あ、マジでそんなこともあんの。ヒゲガス3つも出たんですけど。あ、ちょっと待って、やべえ、失敗した失敗した失敗した、3つ失敗した。やべえやべえ、やらかした、これ死ぬんじゃねえか。マジで、あ、なんか目手を取られた。死ぬか、出ないっすね。やばい、めっちゃ時間かかってる。あれ、メモンツ、え、なんでメモンツ来た。まあいいや。あ、やばい、これやばい。だー、全然やばくないわ。でしょ、普通に5個来ちゃったけど。リボンオブヒール、もう一回分解してみよう。え、ヒゲが出たのがびっくりなんだけど。あれ、カシミヤモリも出たぞ。そうなの。なんでだ、ちょっと一回全王行ってみていいよ、俺。じゃあ一回、いい、勝負って言ってたけど、ちょっと勝負どころじゃなくなってきたんだよ。全然出ないんですけどっていう。そう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 、って言って俺全王行ってる間に5区で出て、あ、やっぱそっちかいってなるんだよ。ちょっと全王行くわ一回。あ、終わった。あれ、これもしかして、何、もしかして早く終わらせるコツがあるかもしれない。マジか。まあでも 出ればいいわけだからね。全王投げんだよな。ヒゲですね。ヒゲ出るよね。ヒゲですね。変わっちゃったんかな。え、待って、ユキさん、火神のデミマテリアじゃん、必要なの。え、あ、全王のデミマテリアか、そこそこ。そうよ。あ、カヌチ、カヌチも必要だよ、デミマテリアでしょ、10個のやつでしょ、カヌチ。あ、これも鉄人みたいな感じのやつ。あ、私読み方間違ってました、失礼。火神でもいいんだけどさ、別に、うん、火事の火でしょ。うん、うん、これで武器取って出たらラッキーだよね。え、でもこっちの方が電マテリア出やすいんじゃないかな。ウェポンチェストもらえるもんね、だって長いけど。デミマテ、全王のデミマテリア、全王、あれ、全王、あ、もぐもぐナイフ、低確率、低確率の人はヒゲがポロッと出てるから、ヒゲばっかりなんですよね。どうだ、あ、今ちょっと分解してみる。もぐもぐナイフでしょ、これすんなり出んじゃね。マジ、あ、出ね。ダークスチールナゲット、ちょ、ウェポンチェスト開いて、もう一回チャンスがあるわけでしょ。モグモグアクス、はい、分解。ああ、そっかそっか。あら、ダークスチールインゴットだな。でもこっちでも出るわけだよね。どっちを回すかですね。いや、もう検証でどっちか好きな方回せばいいんじゃない。俺じゃあ全王モグルモグ回すから、もうじゃあ踊り子でいくわ、もうめんどくせえ。じゃあ国王で。もうこれで、まあどっちが先に出るかでもいいし、どっちが先に出るか、どっちが出やすいんだろう、かっこユッケ夫妻調べ。マジか、あんなに必死にやったんだけどな。ねえ、踊り子楽だな、移動しなくていいもん。ここもすごい技術使われてんだよね、実は。 BGM がどんどん速くなっていくとか。うん、あ、そう、回復してやろうが来ちゃうか。終わった。早っ、いいなそれ。ヒゲしか出ねえ。
ヒゲばっかりやたら入ってるんですけど、ね、昔ヒゲ高かったんだけどね、今安いんじゃないですかね、こんなにボコボコ出ちゃった電話乗ってりゃ全然出ないね、昔ここで一緒に踊ってたなB ステップでもしとこうかな、あ、もう踊ってなかった、テクニカルフィニッシュしてあげよう、ドーン、あれどこだ、よし、これで今2個出たから2個っていうか、踊り子の武器ってそういえばあんだべか、潜りないんじゃないですか、まだないの、そう、なんだっけ、なんかのコンテンツで増えたよね、スサノオとかだっけか、ああそうかも、ダークスチールインゴットだな、ほんと低確率なのかな、うーん、あ、ダメだ、入ってないからダメって言われた、やっぱり、ああそうでしょう、いちいちめんどくさいなこれ、うん、直転しなきゃいけないし、これ使うでいいのか、で分解でしょ、まあヒゲですね、あ出た、お、マジで2個出た、マジで出た、じゃあ前後の方が確率高いなのかな、へえ、ちょっと分からんけど、じゃあ、ま、こっちは3回出せばまあ2人分取れるわけよね、じゃあ前後、あと2回出せば6個になる、6個になればいいもんね、そうだね、3個3個だから、うん、もう勝負のはずがただの協力プレイになってるもんねえ、あなたも何前後行ってんの、前後行ってる、いやだって僕あんだけ行っててないんだったら一回出たやつ行った方がよくない？この二人検証動画すらできないっていうあれ？あ、まあ敵だわ、検証じゃなくてこれは、まあ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 、まあ、武器が欲しいって言われたから、ね、うん、勝負だとか言っといたけどもうそれどころじゃないって出ねえ、いやーこれ時間かかるね、結構モーグルに恨み持ってたけどちょっとかわいそうになってきたなボコボコにしすぎだもんなこれな、さて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 、こう事件屋のマンボで戻ったろうかな、何してた、はい、よっと、はい、よった、よし、もぐもぐフィスト、もぐもぐナイフばっかりだよ、さっきから単純に、次じゃナイトで開けようかな、とりあえず、あ、そっか、私もじゃあ何か別のもので、まずこれ1個分解でしょ、うわ、ダークスチールインゴットの HQ 出たわ、いらねえんだよな、分解、ダークスチールナゲットの HQ が出た、今度いらないんですけど、よし、あ、モグモグロットが出た、モグモグリモア、やっぱね、さっき戦士で出たからね、やっぱ戦士なんだよね、戦士だったら出るよきっと、そう、じゃあ私何しとこうかな、うわっインク出た、もぐもぐアクス分解、分解、あ、ほら出た2個、あ、マジで、うん、やっぱ戦士だよ、戦士なの、戦士、ほら、斧分解者出たもん、やっぱ戦士なんだよ、これ分解のあれだから、あれか、分解の率が高いやつも、もう一回、もう一回ってことか、もうこれ俺勝ちだね、勝ちですね、4個出たもん、そうっすね、いやもう勝ちとか関係ないのよ、もうとりあえずあと1回出ればいいから、まあまあまあ任しといて、休んでていいよ、もう出るから、いやいや、なんでウッキンしか出ないんだろう、いや選手だからだよ、あ、そう、選手ですよ、そっか、時代は選手ですか、やっぱ選手っすよ、選手をやっぱりその昔から愛しているプレイヤーには出るんだよ何それ、ずるいしょ選手も結構ね、不遇の時代がありましたから、まあその頃俺選手大使やってねえけど、学者だったから俺、メインキャラが客車だったもんね、なんかこれモーグリがメメント唱えて自爆してるみたいに見えてきたな、
あ、もぐもぐロットだった。グリモア。さあどうでしょうな。どうでしょう。これで2人とも出ちゃったら逆に余るんだよ今度。余った分は売ればいいじゃないですか。売ります。誰か視聴者プレゼントで作っとく。あー、インクだもん。毎度このパターンなんですよね。こういう斧を分解すると出るわけですよ。あら、あら、あ、出た。あ、OK。 うん、2個出た。2個出た。え、 2個確定なのかね。ダークスイルインゴって出ちゃった。じゃあこれでとりあえず作れるね。作れます。やったね。いいじゃない。モグルモグブレードだよな、これナイトだよね。 HQ のエレクトロミンゴット使おう。意味ないっすよね。これあれマクロじゃなくて、あれ、あ、匠の早技だ、これだ。おお、楽できた。はや、なんて言ってましたっけ、ゆけさん。匠の早技。匠の早技。なんか今アクションしなかったな、うちの私の今日。終わった。おめでとう。だーす。今ユッケのお家に来ます。ちょっと俺あのデミマテリアの値段が知りたい。全王のデミマテリア。15,000ギル。おお、これモーグリガンガン回せたらお金持ちになれんじゃない。あの購入、はいはい、じゃあこれ渡すね。うん、 でお互いにモグレターで飛ばせばいいのね。うん、そうっすね。本部はあーでいいな。いやオッケー。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。え、こんだけ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。